陳勝は、北宋時代中期の政治家、学者。字は、有忠。無形武人と号する。父は、陳天。叔父は、陳道。兄は、陳佑。甲州戦闘圏の出身。仁宗の嘉佑年間の進士。真宗の時に、太子中将、兼正中書警防久慈、久下御史典官などを歴任する。歴官としても、業績を上げ、主管検討の職を兼任することになる。淮南に飢饉があった時に、察使法使として派遣され、国価を下げさせ、配太を復興して、水利を治める。州県公理となり、浙江の水田を観察する。さらに退場、進む、修寄居中となり、大いに民政に努めた。治世公、東理新銀大使に昇進し、河北に支持察使法使となる。領の使者である正気が来て、紀、開山の地が領の領土であることを主張したとき、陳勝は枢密院の古地図を調査し、長城が領と宋の国境であることを主張、領の要求を撤回させた。その功により、翰林学士兼三司士を拝命した。王安石の新法には賛成の立場を取り、後満が免疫法を批判したときには、不満を述べるのは、士大夫ばかりであるとこれに反論している。州県院学士となった後に、泉州治州となり、龍頭角間知政、知信館院に任命され、西州知州となるが、赴任する前に、延べ州に改められた。よく知績を挙げ、名声が広く伝わったが、ある事件に連座して、錦州の檀れん副使に左遷された。明州の元祐初年に、州々にわたり、興六少卿となって、南京に赴任する。あと、準州の無形園に隠居して8年後に没する。陳勝は博学で、天文、型紙、律歴、音楽、医薬、占い算など得意分野が広く、文章に優れ、著作は多い。今日残るものに、次の著作がある。東和夫、王安石辞典国書刊公開、1980年、P113。ありがとうございます。